から見た目がすごいスリムでスッキリするし機能性が高いで、なおかつ結構大容量。絶対に外交で後悔させない、どう、外交デザイナーの宮です。皆さん、はい、宅配ボックスってなんかいろいろ種類があるみたいなんですけど、ありますね。結局どれを買えばいいか正直いまいちよくわからないんですよね。やっぱり需要が高まってきて、はい、いろんなメーカーさんが一斉に出してきたイメージ、うん、だから種類結構多いですよ。なんかやっぱり実際こういうのちゃんと選ばないんだどう思っちゃうとかってありますか？選ばないと思ったより使えなかったとか、うん、思ってた感じと違うみたいなことになりがち、うん、そうですよね。なんかいまいち予算感もなんかまちまちでいまいち相場感がわからないので、ちょっとそこら辺詳しく教えてほしいです。わかりました。なので今回は2024年に買ってはいけない宅配ボックスの特徴とプロがおすすめする宅配ボックス10選をお話ししていきたいと思います。まあ、この動画はですね、宅配ボックス皆さん欲しい人多いですよね。興味があるっていう方、皆さんに見てほしい動画となっております。物によっては後付けもできますので、単品購入も可能な商品です。で、もしくは物によってはね、外交と一緒にやらないと設置できないっていうものもありますので、その辺もね、考えながらね、検討してほしいと思います。で、まずはじめに買ってはいけない宅配ボックスの特徴5選お話ししていきたいと思います。まず1戦目、容量が小さい。容量小さいダメなんですか？なんか普通に宅配ボックスって別に物入れば結構いい感じかなと思うんですけど。そう、物入ればね、入らんかったらどうなるっていう。そんなだって大きいのなくないですか？いや、あるよ。結構あります。大は小を兼ねるって考えて、やっぱ大きいのが絶対に、はい、逆に超えるのって何ですか？皆さんのあります？いや、むしろうちはあんま入んないから、いつも動画で見てるけど、結構突っ込まれるけど、やっぱ機能してなくて、はい、大きいものを買った時やっぱ入らないから、例えば、大きめのペットボトルの箱買いとか、もちろん家具とか、そういう家電とかも入んないとか、まあまあ、そこはさすがにぶち込めないですね。そう、だからそういうね、今、微妙なラインを話したけど、はい、小さい高いボックスにしちゃうと、それ以下のものも入んないケースがあるから、はい、なんか大きめを選んだ方がいい。うんうんうん、じゃないと機能性が薄まって使えなかったら意味ないじゃん。あ、まあまあ、結局こう機械とか不在が入ってたりすると使えないから、はいはい、なるべく大きめを選んだ方がいいですよっていう話です。うん、実際皆さん体験あるんですか？ある。だからうち一番大きいのを設置したけど、はい、あんま機能されてないんで、ちょっとこれ2戦目にちょっと話したいです。あ、わかりました、はい、2戦目、電子パネル式の高いボックス。これどうなんですか？実際のすごい便利そうなんですけど。そう、便利そうと思ってぶっちゃけるとね、これなんだけど、うちの前は、はい、大きめの宅配ボックスで電池のこう操作式のものがあって、立ちパネル、割との屋外でまだ早かった。もうちょっとね、進化してからの方が良かった。まだ、ね、早くて反応しないとか結構ある。技術的にまだ反応しないとか、はい、システム的にちょっとね、だいぶ面倒くさい、ね、なんか反応しない、シンプルになんか動かなくなったとかそういうことですか？そうそうそう、故障しやすいっていうから、割とで、問屋さんとかにも聞いても結構壊れるケースが多いらしい、うんうんうん、意外とこれちょっと気をつけてほしいです。まだ早い、まだ早いです。時代的にまだ追いついてない。じゃあちょっと作ってるところが最先端すぎるとかもうちょっと寝かしてからもっといいの多分出てくる。将来的に、はいはい、ちょっともうちょっと待った方がいいです、そういうハイテク系は、うん、今アナログ系の高いボックスも絶対に、今うちね、開けたらパネルが光るはずが、開けて光らんっていう、5回締め出し入れして光って押すけど反応しみたいになっちゃう。はい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 、だからぶっちゃけそれが、まあ、宮さんちの言ったやつがあれですか？だから電子パネルってことですか？そう、ああ、あれ電子パネルなんですね。そう、あれ使わなくなる。はいはいはい、そこ注意した方がいいです。わかりました。なんか接続悪くなるのかそっちですかね。なるかな、ちょっと分からん、うん、電子部品の故障みたいな。はいはい、直近じゃあ本当1、2年はちょっと難しそうってことですね。まだ早い、まだ早い、やめた方がいい。わかりました。めっちゃ高いよ。高いんですか？高い。どれぐらい費用かかります？20万、10万から20万ぐらいかかる。そんなかかるんですか？そう、それで故障するとちょっとない修理出さなかったんですか？出せん、何出すとかある出すとかないっすか？だから難しい。そうなんですね、わかりました。なぜね、固定できない高いボックス。高いボックス固定ってどういう概念ですか？壁に埋め込むとかであれば、ちゃんと壁で囲われて固定できる、まずはい、で、はい、あと置き型でも床にね、アンカーティーでボルトみたいな金具を差し込んで動かなくするやつがあるんだけど、多分ネットで、あ、すっごいアンカーのもの買っちゃうと、はい、ポンと置いとくだけのやつあるから、はいはいはい、ちょっと防犯的にもそれだと弱いかなって観点がある。確かに殴ったら壊れそうってことですか？いや、高いボックスごと持ってかれたらいいそう、どんなシーンありますだからそこはちょっと気をつけてもいいかなって思いますね。なんかあれですか、インスタとかにも載ってそうな、ちょっとこじゃれた高いボックスみたいな感じですか？そうそうそう、でしっかりして、はい、まあ、ある程度安すぎない方がいいかもね。ああ、どんくらい金額目安に見ればいいんですか、それって。どうだろう、安くてね、2、3万ぐらいがある。あ、で、高ければ10万ぐらいは、はい、うん、はいはい、まあ、じゃあ2、3万円より上のものを、まあ、目安に選べば、まあまあ失敗しないかなって感じですね。わかりました。逆に固定できないことによるデメリットもなんかありそうですけど、まあ、さっき言った持ってかれるとか、はいはい、まあ、壊れやすいよね、きっと。うん、そういったところ気をつけてほしいです。うんうん、わかりました。4戦目、高価な宅配ボックス。
交換宅配ボックスってどうなんですか？まあ、宅配ボックス個人的なこれ主観だけど、はい、結局物が入って受け取れればいいかなってことで、うん、特別高いの入れる必要ないんじゃないっていう考え方、用途を満たしてればさ、ね、はい、いいんじゃないっていうとこですね、はいはい、なんか2、30万ってさっき聞いてたんで結構高いなと思ったんですけど、そうそう、そこまでかける必要もない、結果何がしたいかって受け取るだけだから、あ、まあまあまあ、だったら別に他のでもいいんじゃないって思ってます。コスパは悪い、あ、そうですね、できるだけちょっとコスパのいい高いボックスにしたいですね。そう、なるべく抑えた方がいい気がする、うん、なんか逆にデザインのいい高いボックスちょっともしあれば後で教えてほしい。わかりました、はい。5000目、存在感のある高いボックス。存在感ない方がいいってことですか、つまり高いボックスってでかいじゃん、はい、さっきから言って大容量で存在感があるから、うん、なるべく薄い方が脇役に回ってくれるというか、はい、すごい木目調で主張が激しいとそこに目が全部いっちゃうから、はい、ちょっと控えめな色合い、黒とかシルバーとか白とか、うん、まあ、無彩色系で落ち着いてもらってた方が、はい、まあそれでも多分目立つと思うから、はい、今はまだ他と馴染んでくる気がするっていう、外観に馴染むって意味合いで。そう、まあ、ただこの辺のデザインに関しては好みもあるから、はい、木目がいいって方は全然いいと思うし、うん、まあ、ただね、他とのバランスを考えたらちょっと薄いぐらいの方がいいんじゃないっていうところですね、はい、逆に明るい高いボックスとかってあったりするんですか？あるある、明るい木目調とか全然ある、はい、だからそういうのを置いちゃうとちょっと目立っちゃう、そう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 、はいはい、わかりました、はい、では続いておすすめのね、宅配ボックスの商品をお話ししていきたいと思います。これを知りたいです、はい、そうですよね、はい、具体的なところもちょっと突っ込んでいきますね、うんうん、まず1戦目、ユニソンのビコ。ユニソンのビコ、はい、これどういうやつですか？僕基本これ使ってますっていうか、おう、もう基本これ提案するときもこれってこと？基本これ、おう、ポストと一体型になってるからありがたいですよ、はい、あのポスト一体型仕様ってあって、はい、それがポストと下型宅配ボックスみたいな分けてつけなくていいんですよ、はい、それがありがたいですよね、はい、だから見た目がすごいスリムでスッキリするし機能性が高い、でなおかつ大、結構大容量、はい、だからおすすめしたい宅配ボックスですね。で基本僕はユニソンのビコを使ってます。これなんか買うときどれぐらいの費用感みたいですか？いつも7、8万、8万、9万ぐらい言ってるかな。まあでもなんかお手頃っちゃお手頃、コスパいい方ってことですか？コスパぶっちゃけそこそこ、あ、割とちょいぐらい、高いぐらいっていうか、はいはい、でもこれが一番いいから、あ、いいですね。そう、ポストも兼ねてて高いボックスの容量も大きめがある、うん、でこれサイズもあってちっちゃめもあるんだけど、ちっちゃめとかは使わない、もう基本的にあのポストと一体型の一番大きいサイズを提案する。これは門中に埋め込むっていう意味合いもあってですか？そう、門中と基本埋め込むイメージ、はいはい、で反対に独立でこれ単体でも使える、まあ、オプションとか組み合わせれば全然それを置き方とかもできるみたいな、はい、か壁に埋め込むとかスタンド式の独立みたいなのもできる、で基本おすすめです。これ工事するときもプラスで費用かかったりしないんですか？ちょっとかかる。宅配ボックスの設置もちょっとだけ大変だったりとか、はいはいはい、さっき言った玄関とかにつける場合アンカーっていう固定式の金具とか取って、はい、それを工事で穴開けてつけたりするから、うん、そういったところはある。ちょっとやっぱその辺が若干コストかかるかなってことですね。そういうこと、うんうん、ではそれ以外は特にここもおすすめっていうことで間違いない。そうですね、はい、僕はいつもこれ使うのおすすめです。わかりました。2つ目、パナソニックのコンボ。コンボ、はい、ビデオデッキみたいな名前ですか？そう、コンボはね、多分走り、宅配ボックスの走りというか外交で一番メジャーだったやつかな、はい、宅配ボックスといえばこれみたいな、はい、代名詞的な存在でした、うんうんうん、で、これがね、あの本当一般的な感じ、よく見るやつなんですけど、これどの辺がおすすめなんですか？宅配ボックス自体の容量としてはね、結構一番大きい、一番って言っていいのかな、まあ、はい、結構大きい方、はい、で、ビコはこれの次とか、まあ、ほぼ変わらないぐらいなんだけど、うんうん、まあ、基本的にこれの次ぐらいのサイズ感、はい、で、これがコンボが一番でかいから大体のものが入りますよっていう感じ、はい、ただデメリットとするとポストと一体型はないから、うん、宅配ボックスと別でポストをつけたりはしなきゃいけない、そこだけちょっとどう捉えるかですね、はい、価格帯の大体ビコと変わらないぐらい、10万円前後です。そう、いかないぐらいかな、はいはいはい、でまあ素材とかすごいしっかりしてるし、うん、機能性も申し分ないので、はい、とにかく大きめがいいとかコンボの見た目が好きっていう方はこれがおすすめ。わかりました、はい、3つ目、コンボライト。これはどこのメーカーさんですか？これ同じパナソニックなんだけど、はい、さっき言ったコンボっていうのが基本主流で流行ったんだけど、うん、結構値段が高い、はい、もうちょっとお手頃版みたいな感じのコンボライト。ああ、じゃあ買い子感まで。そう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 。値段がぶっちゃけ安いんだけど、うん、素材がね、なんて言うんだろうな、ちょっとね、柔らかいって言ったらね、かな柔らかいって言ってもその別にへこむとかないんですけど、丈夫は丈夫なんだけど、やっぱね、どっちも知ってる感じ、知ってるんだけど、はい、やっぱ違う。コンボライトがちょっと薄い感じは、コンボの方がやっぱりすごいしっかりして、うんうんうん、全然ちょっと質感みたいなのが違うんだけど、うん、機能性としては大して変わらん。はいはい、だから機能だけ満たされればいいよって方はコンボライトでいいと思う。
ただカビに埋め込んだりするに関してはコンパじゃないと難しい。ああ、頑丈さみたいな、そこで、ね、そうそうそう、だから置き方でとりあえず使えればいいよって方でリフォームとかでやればコンパライトで全然申し分ないかな。はい、なんか耐久性とかその辺は大丈夫そうなんですか。まあ別にどっちもね、そのなんていうんだろう、それコンパとかの方がいいんだけど、うん、コンパライトだからといってこうなんか壊されるとかもあんま聞かんし、うん、まあ本当強度を突き詰めたらコンパライトの方が取るとは思うけど、はい、別にあんまそれで被害聞いたことはない。わかりました。はい、4つ目、ユニソンのミース。ユニソンのミース、はい、これはどういった形ですか。これはね、あの機能モンチュー型なんですよ。で、なんかイメージね、僕のイメージこうミースも使ったことあるんだけど、うん、3話カンパニーのオスポールをちょっとでかくして宅配ボックスの兼用してるみたいなイメージ、はい、だから宅配ボックスがいるすごいスタイリッシュな機能モンチュー的なね、うん、ポジションかな。だから値段がちょっと高い、10万を忘れる気がするから、うんうんうん、ただ宅配ボックスも欲しいし、ちょっとおしゃれなシンプルな機能持ちつけたい方にはおすすめ。はいはい、はい、で宅配ボックスの2段とかできるんですよ。2段そう、上と下があって、だから2個まで入れることができるすごいこうネットの通販とか好きで不在が多い方にはおすすめかもしれません。なんか横で分けるんですけど、上と下で、まあ多分あの上が入ってたら下だけ空いてるから下に入れることが、はい、1日2個届く場合は使える。ああそう、そういう使い方ですね。そう、ああ分かりやすい。この辺価格感はどんぐらい、どんなもんですか。ミス高かった気がする、10万超えるから。あ、20万までいかなかった気がするけど、はい、この中でじゃ割と比較的高いことですか。高い、もう機能モンチューとセットだから、はいはい、機能モンチューケア高いボックスで割といい値段はする、はい、うんうんうん、普通の変な話造作でモンチュー作っても変わらんぐらい。おお、ちょっとオリジナル感っていうよりはちょっとまあ規制感はあると。ある、ただそれが好きな人もいるから、はい、そういう方におすすめです。わかりました。5戦目、ディーズガーデンのオルレア。これはどういう感じですか。これはね、もう見た目に全振り、全振り可愛らしい高いボックス。あー、じゃあちょっと女性も喜ぶみたいな。女性向きだね。もう洋風のすごい可愛らしいデザインが好きな方はこれを選ぶ傾向があると、はい、うんうんうん、正直中身もそこまで大きいの入んなくて、はい、まあめちゃくちゃ大きいかというとそういうわけじゃない、こじんまりしたスタイリッシュな高いボックスみたいな、はい、スタイリッシュなのが可愛らしい、まあ、ちょっとデザイン全振りで容量はちょっとコンパクトめって感じですか。そう、だからもうデザインとして置きたいぐらいの人はおすすめかも、うん、なるほどなるほど。だから高いボックス買いとかんと普通にスルーされるような見た目で、うん、まあでもデザインに振りたい方はおすすめですね。そう、可愛くてデザインに振りたい方におすすめ、うんうんうん、そう、この辺は2024年でもまあ使われるかなって感じですか。まだ全然人気だと思って、うんうんうん、まあ、モダンな感じには合わなくて、はい、可愛らしい曲線とかで、うん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 、はい、あの可愛くとにかくしたい方にはおすすめです。レンガ系とかですか。レンガとかそういう洋風なね、うん、曲線とかで、はいはい、可愛らしい感じにしたい人はいいと思います。金額感でどうですか。ちょっと高い、価格は大体10万いかないぐらい。ああ、まあまあまあ比較的相場ぐらいのところってことですね、うん、そう、はい、ではデザインを取るか機能性を重視するかね、うん、ここはね皆さん次第で覚えておいてください。わかりました。はいはい、ということでね、今日はね宅配ボックスについてこう珍しく解説してきました。僕はねあんまつけない派なんですけれども、まあでもねとはいえ需要高いです。でみんな欲しがる人も多いので、肌感ね今6割ぐらいかな、昔よりちょっと減ったけど 60% ぐらいの方つけてるイメージ、まあ、それぐらいね需要が高い商品なので、あの今日のねお話を聞いてどういった高いボックスを買えば後悔しないかっていうのをねおさらいしていただけたら幸いです。でね、概要欄の方に公式 LINE の URL 貼ってます。登録していただいた方には施工事例集プレゼントしています。他では見られない貴重なね施工事例が載ってますので、ぜひ参考にしてください。なおかつね今日のテーマと合うようね、こう宅配ボックスもたくさん使ってますので、宅配ボックスのコーディネート集みたいな 形でも使えますので、デザインを参考にしてみてください。今日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。この動画がいいなと思った方、高評価とチャンネル登録をぜひお願いします。またね、今日の話を聞いてわからないこととか質問があればぜひコメント欄の方で教えてください。高いボックス系結構コメントつくんでね、まあ皆さん言わなくても入れてくれると思うんですけど、またぜひね、何かあれば教えてください。でね、このチャンネルでは失敗しない、後悔しないための外交づくりについて情報を発信しております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。高いボックス意外と種類いっぱいありますね。結構ある。なんか人気だからいろんなメーカーさん出してくるね。結構皆さんも提案来るんですか？この高いボックス使いませんかみたいな。あー、来る。けど、うんうん、もうビコだね。ビコですか。ビコがいい、うん、あれでいいかな。ほとんど9割、うん、変える必要がない。そう、なんか時代変わってもデザイン変わるだけみたいなとこありますもんね。ある、うんうんうん、もうちょっとね電子パネル系が進化してくるからもっと使いやすいかも。あー、もっとそうですね、値段安くなってくれて、うん、ちょっと高いっすね。高すぎる。そう、ネットで 2,3 万のものが20万とかになると買う必要あるみたいな、うん、ちょっと高いです。ちょっと高いです。
わかりました。はい。ありがとうございます。